皆さんこんにちは、アフロマスクです。今回紹介するのはこちら、モスのフレンチクルーラーぐるぐるチョリソです。はい、ということでこちらなんですが、ミスタードーナッツとモスバーガーのコラボ企画で誕生した新商品ですね。こちらにモスドというふうに書いてあるんですが、ミスタードーナッツとモスバーガー組み合わさった形ですね。でこちらはフレンチクルーラーってドーナツなんですかね、ちょっとそこら辺よくわからないんですが、まあそれでバンズの代わりにドーナッツが使われてるみたいです。で中にはぐるぐると巻いたあのソーセージですね、ぐるぐる巻きのソーセージで、辛いって書いてあるんで辛いんですかね。やっぱりちょっとこれまたイメージのつかない商品なんですが、実際に中の方開けてみたいと思います。はい、ということで開けるとこんな形ですね。ちょっと中、ちょっと冷たい、冷えちゃってるのか元からそんな温めない商品なのかわからないんですが、さあ中の方なんですが、わあちょっと崩れちゃってるな。こんな感じですね。すごいことになってんな。こんな感じでドーナツですね、完全にドーナツに挟まれたソーセージとレタスと、これ何のソースかな、ピリ辛ソースなのかな。結構すごいですね、斬新な見た目です。結構見た目はなんだかよくわからないバーガーですね。ちょっと開けてみると、これがなんかぐるぐるが入ってますね。なんだこれは。一応モスの公式の説明ですね、ホームページの説明読んでみると、モスオリジナルのフレンチクルーラー、このドーナツのことですよね、フレンチクルーラーに、辛さが特徴の渦巻き型チョリソソーセージとホットチリソース、トマトとレタス、オニオンを挟みましたということです。で、ホットチリソース、レタスの間にはマヨネーズですね。フレンチクルーラー、って、甘いですよね、ドーナツだから甘さと辛さの融合ってことなのかな。ちょっと全然イメージがつかないですね。とりあえずちょっと実際に食べてみたいと思います。はい、ということで早速こちらの方食べてみたいと思います。結構高さがあるからうまく食べれるかな。いただきます。辛いですね。けどドーナツは甘いのかな。ちょっとこれドーナツだけちょっと食べてみましょうか。甘くはない、なんかふわふわしたドーナツですね。甘くないんですね、なかなか美味しいですね。普通にチョリソバーガーって感じで、やっぱモスの味ですね、美味しい。まあモスならではの食べにくさはあるんですが、このソーセージ、ぐるぐるのソーセージは美味しいですね。辛さもいい感じです。ちょい辛なんでいいですね。もう普通にドーナツじゃなくてもいいぐらいですよね。普通のバンズで食べたいぐらいの勢いですね。普通に美味しい。はい、ということでぜひ皆さんも一度食べてみてはいかがでしょうか。以上、アフロマスクでした。